日本埼玉県埼玉市大宮区北袋町北袋町は埼玉県埼玉市大宮区の町名である。現行行政地名は北袋町1丁目及び北袋町2丁目。住居表示水市地区。郵便番号は330-0835。埼玉県埼玉市大宮区の南端部に位置する。北側に天沼町、吉木町、南側に植木崎。 西側に新都心、東側に大原と接する。地形は、三沼定地西岸の大宮台地上に位置する。北東部には、三沼の定地が入り込み、中央部にかけて、三沼大洋水星園が、大宮台地の園に沿うように大きく多行している。北側の天沼町との境には高沼洋水路が、流れ、国運新都心付近の大宮台地を暗渠で通過。 中仙道との交差地点で高台橋が架かる。地名の袋は袋の井で水流の屈曲によって作られた広い平地を指すとされている。かつては見沼に面した東部には、高地が中仙道が通る西部には山林が広がっており、東部は見沼大洋水生園を利用した戦運が盛んであった。昭和に入って三菱が中仙道側の林を開いて研究所を置き、 以降その周辺に工場や住宅が造成された。三菱研究所の敷地は一丁目の大半を占めていた。2000年に埼玉新都心駅が隣接地域に開業したことで交通利便性が増し、工場からマンションやオフィスビルへの転換が進んでいる。2015年からは三菱の研究所跡地で区画整理が進められている。北袋町の地域はもともと 木崎村の一部であったが、木崎村が浦和町へ編入される際に分離され、大宮町へ編入されたという経緯がある。この辺り一帯は、中世末期頃より存在した、交尾層に属していた。江戸時代は、幕府領で、足立郡大宮領に属する北袋村で、下原形状として、農原が広がっていた。村高は、昭法年間の、武蔵国田園坊では59国余り、 原独豪町では83国余り、天保豪町では92国余り。火星機の世帯数は25件で、村の規模はおよそ東西3町南北4町、余りであった。明治初期には、市内を通る中山道にて、内国通運株式会社の郵便馬車が、強盗に襲われ、現金等が強奪されるという事件が発生している。ミヌマ大用水生園が、 地域の東園に沿って流れており、江戸時代、明治時代にかけて、これを利用した周運が盛んであった。昭和期に、現在の北袋町一丁目の大半の地域に、三菱マテリアル総合研究所が設置され、地区のほとんどが研究所となっていたが、1959年に敷地内に原子炉が建設され、反対派による民事訴訟に発展した。後に和解が成立し、 原子炉も撤去されたが、敷地の放射性廃棄物や重金属類等による汚染問題が発覚し、社会問題化した。研究所使用施設の茨城県中市への移転に、伴い10年以上に及ぶ土壌浄化工事が行われ、2007年に一部施設を残し移転が完了した。跡地は2015年より、 三菱マテリアルの自社施行による区画整理が行われており、2017年度の完成を予定している。2016年には先行して造兵局が東京都都島区から移転。2017年には大宮警察署が大宮区戸手町から埼玉県警察科学捜査研究所が浦和区木崎から移転した。また、埼玉市が防災都市公園とバスターミナルを置くことが、 決定しているほか、市内企業の島村も土地を取得した。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。埼玉新都心バスターミナルが設置されている。また、以下の系統のバスが地域内を走行している。地域内に北袋一丁目、北、袋町、 大宮警察のバス停がある。ありがとうございます。